はい、諸君こんばんはです。中学1年生ですね。作図の勉強に入ってまいりました。今日は垂直二等分線というものにテーマを当てて確認をしていきたいと思います。まず垂直二等分線の書き方ですね、ここに書いてみましょう。垂直二等分線は AB 線分 AB の垂直二等分線なんですが、AB の半分よりもちょっと長い半径取らないと上と下に交点が取れないので、この半径を取って、上から下まで交点が取れるようなおおよその半円を書こうと、こういう形です。 A から B から取りました。2点ここに交点ができましたよね。それを結んだら終了です。こんな形になります。垂直二等分線という形になりますね。これね、AB の垂直二等分線、これ線分 AB の垂直二等分線なんですけれど、実は分かってほしいのはここだったんですね。垂直二等分線ってどういう点の集まりかっていうと、2点 ABこの2つの点から等しい距離の集合なんです。実はこれが AB の中点になっているんですけど、この長さとこの長さは等しいということになっていましたよね。例えばここに C とかという点を取ったとしたら、 AC の距離とBC の距離は実は等しくなります。イコールイコールになるんです。例えばこんなところに D という点を取ってみて A と D を結びます。この AD という長さと B と D を結びます。 BD という長さも等しくなるんです。ここで書くと AC と BC は等しいし、 AD と BD も等しくなるんですね。実はこういった等しい点がバタ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 という点をつなぐと垂直二等分線になったよ、こういうことなんです。ですので垂直二等分線は2点から等しい距離を取るときに作図をするんですと頭に入れていただけると、これからの作図が簡単になってくるんじゃないかなと思います。では問題の1でした。2点 AB から等しい距離にある、つまり AP イコール BP となるような点を直線 L 上に取ってくれっていう問題です。だから今言ったように AB の垂直二等分線を引くことによって、それが L とぶつかる点、これが点 P であればよかったわけですね。分かりやすいように一回 AB を結んでみます。なぜかというと、僕らは結んだものの線分の垂直二等分線を書いてきたからね。練習で一度結んでみます。これ実は結ばなくても全然書けるんだけど、結んでみますね。結んだらこの AB の垂直二等分線を書いてあげます。 AB の垂直二等分線でぶつかる点ここら辺なので、ここら辺に作図が来ないようにしたい。ちょっと短めに書いてみましょうかね。ちょっと短めに交点を取ろうと努力をしてみたいと思います。こんな感じですね。こうです。するとこれの、延長線上に L があって、それの L とぶつかった交点出ました。ここが P となれば AP の長さとBP の長さはほらこの感じイコールになるんだよっていうことです。同じようにしてこんなこともできますね。2点 AB からやっぱり AP イコール BP となるような点を直線 L 上に取ってくれ。
全く同じで A と B の位置が違うだけですね。ですのでまず AB を結んでみます。この線で AB の垂直二等分線を書こうじゃありませんか。線分 AB の垂直二等分線ですが、交点ここら辺に、ここら辺に来そうですよね。ここら辺にね。ですのでやや大きめにちょっと取ってみたいと思います。どうでしょうか。やや大きめに取ってみたいと思います。こんな感じですね。さあ、そして結んでみましょう。こうですね。す、シャキーンですね。ほら、ここですが、L 状の点、ここじゃないですよ。L 状の点ですので、これをグリグリとして、P と持ってきてください。間違っちゃうね、これね。AB を結んじゃったことによってね、L 状の点 P、こいつを取ります。では最後です。3点 ABC から等距離にある点を1つ取りたい。2点から等距離は垂直二等分線ですので、これを2つ取ることによって3点からも等距離になりますね。まず AB を結んでみましょう。そして AC からも取ってみたいと思います。まあ、BC でもいいんだけどね。まあ、AC の方がこの配置だと書きやすいかもしれません。AB の垂直二等分線と AC の垂直二等分線を取って、その交点が、まあ、これに来るかな、ね、ですのでやや大きめに取ってみようと思います。大きめにやや取ってみたいと思います。こうですね。そしてこちら、こうですね。いかがでしょうか。そしてこいつを結んでみます。おお、ギリギリかな。はい、トゥリ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 、お、1本取れました。あと AC からも取ってみましょう。 AC からも取りますので、やっぱり同じくらいなんだけど、いやいや大きめにいってみますかね。 AC からも取ってみます。ちょっと置き方もやったかな。あ、俺の顔で見えなかったですかね、これ。AC からも撮ってみました。こんな感じですね。いかがでしょう。ピヨピヨピヨ。きれいに交点、スペースがあるところに撮れましたね。これが P となれば、AB の垂直二等分線、AC の垂直二等分線、その交点ですので、A、B、C、3つの点から等しい距離の、点 P。AP イコール BP イコール CP となったっていうことですね。はい、本日は垂直二等分線を勉強しました。ただ書くだけではなくて、垂直二等分線というのは2点 AB からの距離が等しい点の集まりだったよということも理解しつつ、こんな作図にアタックをしてみました。次は角の二等分線書けるようにはなりました。それがどういう意味を示しているのか、そんなことをやっていきたいと思います。それでは頑張ってまいりましょう。では